お疲れ。うっすうっす。今日さ、ゆうきさんがこちら天然のお願いをしてくれたんで、あの七輪で焼くんで食べてください。ありがとうございます。じゃ今ちょっと捌くか。そうっすね。知らないね、これ。これ泥抜きは何日ぐらいやったの？ちっちゃい方が2週間ぐらいやっとって、こっちも6回1回やっとったんで。これね、混ぜ、これかき混ぜると割に早うな、かき状態になるんだよな。練習でこっちから行きます。こっちから行く？こっちから。練習なんですね。あ、練習だったの？練習。あの、ゆうきさんが持ってきた包丁が、うん、切れなくて。正直あれだ、ゆうきさん。切れたっちゃう。じゃあ、マジでさ。これ切れるんか？これが切れると思うよ。この200円のな、ダイソーの包丁、これでもな、動くと本当にやりにくいんだよな、俺。よし、この骨外すときにさ、生きとるじゃんね。俺たちやっぱりあの生きたやつあんまやらんから、こうなんていうの、今こうなるじゃん、やりにくいんだって。こうなるじゃん、わかる？何言って何要さ、動画とかだとこっちを持ってさやるけど、そんなうまいからいかへんからな。硬い。硬いというか、このういグッとなってさ、身が、包丁がこのこう波打っちゃうから、そこ入っちゃうんだって。よし、来た。いい。あんまりね、ちょっといまいちだったけど、とりあえずね、あの、さばけたんで、七輪で焼いて食べます。ありがとうございます。はい、こんな感じで。はい、ということでね、今からね、ゆうきさんにもらった天然のうなぎ焼いていきます。大きいでしょ、これ。もう一個ね、ちっちゃいのもあるけど、2匹一緒にね、焼いちゃいます。これじっくり今から炭火で焼いていくよ。いっぱいいっぱいだね、大きい方は。マジでなんかね、大きい方はね、油がね、結構乗ってる、もうジュクジュクしてるので、近すぎるな、これ。これを、これ入るかな、これいけるかな。炭と炭にやって、これでいこうね、ひっくり返すよ。これ、こんな感じだね。だいぶ大きさ違うよね、これとこれだと。だからね、これもちょっとじっくり焼いてきますと。で、はい、お疲れ様です。よいしょっと、はい、乾杯。これね、準備してないとずっと我慢してたんだよね、飲むの。ちょっと前に会長のお魚屋さんで、ね、養殖のうなぎ食ったばっかなんですけどね、食べたばっかりなんだけど、ゆうきさんがね、釣ってきたんで、七輪でどうぞって言ってくれたんでね、まあ、ありがたくいただいてます。なかなか天然ね、食べる機会少ないんで、ありがたいですよね、本当にありがたい。泥臭さとかどうなんですかね、こういうのって。何日生かしたって言ったかな、ゆうきさん。これ5日ぐらい生かして、ちっちゃいのが2週間ぐらい生かしたって言ったかな。まだまだ、あ、油あるね、油が落ちて火がめっちゃ立つんでね。これあんまりさ、炭から近いともう真っ黒系になっちゃうからね、真っ黒系の毛に。このうなぎがね、焼けるまでつまみがないんだよね、つまみがないね。それとね、今日ね、これ視聴者さんからいただいたランタン、これ虫除け効果があるっていうことなんで、今日蚊取り線香を炊かずにね、これを炊いてます。ありがとうございます。こんな感じ。おお、油あるな。油あるわ、この天然。めっちゃ小さい方はやっぱりあんまジュクジュクしてこないですね。めっちゃうまそうじゃないですか、これ。ちょっとちょっとちょっと、油はすごいもんね、これ。焦げちゃう焦げちゃう焦げちゃう。あ、こっちもあるな、油。油あるわ、両方。ちょっと集中してやかんと焦げるわ、これ。これで皮下向けたらダメだ。
真っ黒になっちゃう、油がすごくって、あ、両方油あるわ、これ。いやいや、これ油めっちゃあるよ。これタレを塗るとね、このタレの砂糖で焦げるんだよね、めっちゃ。ちょっとこう塗って、こっちにして、こうして、これをね、うわ、真っ黒になっちゃう。タレをね、何回も塗って、本当はね、うなぎのタレ買おうかなと思っとったんだけど、今日忘れちゃってね、即席でちょっと作ったんで、色がね、薄いんだよね。もう油がね、すごすぎてさ、もう焦げる焦げる、いやいや、焦げ焦げになっちゃった。もう食べようかな。最後もう一回手料理塗るか。よし、できた、完成だね。もうこれ以上だと焦げるんで、これいきましょう。救出します。これね、見えるかな。ちょっとまずちっちゃい方からいこうか。皮がね、きれい。匂いはね、めちゃくちゃいいけど、皮切れんじゃん。じゃあ身をね、いただきます。あっ、うまっ。このうなぎ、めっちゃ脂ある。びっくり、マジで。うまっ、臭みない。このちっちゃい方でもうまいね。こんな乗るんだ、今の時期。釣った場所がいいのかな。めちゃくちゃ脂がある。すごいうまい。大きいのをちょっと取ってみようかな、大きいやつ。でもタレはね、薄そうに見えるけど、うまいよ。ちゃんと味ついてます。大きい方がね、やっぱり身がプリプリだね。うまい。でも両方ともうまいんで、両方ともうまいな。でも結城さんの釣ったうなぎうまい。うまっ。これちょっと、あーでよ、このうなぎ食べてみ、うまいよ。もうね、うなぎだけで腹いっぱいになりそうですね。まだね、焼きたいもんがあるんで、ちょっとセッティングしますね。とりあえず網をね、セットして、下にね、先ほどのこの焼き鳥を焼くやつをちょっと台にね、ちょっとやります。こうやってこうします。こんな感じでね。で、この上にこの鉄板、これ買ったんで、これを乗せます。今日鉄板を使ってね、今から焼いていきたいんで。ただね、この鉄板もあれやってあるんで、シーズニングだったっけ、なんかそんなような。でね、これに油を引きますと、こう落ちそうだな、これ。やべやべ、落ちそう。そうしたら焼いていきますか。こうスルメイカのゲソだね、これを焼こうかな。これね、これ少しでも塩を切ってなじませてあるんでね。こうやって鉄板で焼くとね、めっちゃうまそうでしょ、このイカも。初めて使うんで、ちょっとね、もうちょっと油つけた方がいいかな。そしたら、ここにね、これ。これはスルメイカの内臓。綿だよね。綿と味噌とお酒とね、醤油が入れてある。ここにネギ。いいね。よし、じゃあ今からね、2本目乾杯。そしたら食べますか。
軟骨いきますか。軟骨、軟骨あたりを。ちょっとね、味噌が辛かったかな。あ、でもね、つまみなんでこれでいいよ、ね、味噌焼き、綿焼きっていうのかな、これイカの。やっぱりね、このイカもさ、綿があるのはスルメイカぐらいかな、たくさん綿があるのはね。なんで、スルメの綿を使って他のイカでもいいよね。その今、たくさん取れてるケンサキイカをね、身は使ったりしても美味しいと思う。塩辛を焼いたみたいな感じで結構癖になる。こういうつまみね、いいよね、ほんと。うまいね。ちょっとね、もう一つやりたいのがあるんで、一旦ね、ちょっとこれ洗ってきます。で、最後にやりたかったやつを今からね、作ります。油を引くね。よし、バッチリだ。そうしたら卵入れた。ここにこれもかな。ついに添加す。こんな感じだね。ここに、よし、いいね。これまあ分かるよね、これとんぺい焼きです。いいかな、火が強いんでね、結構。いくよ、よいしょ。お、いいね、めっちゃうまそうじゃん。めっちゃうまそうでしょ、これ。こういう料理がうまいんだって。どうかな、一回中華出してみようか。よっ、いいね、めっちゃいいじゃん、これ。マジで。ソース、ソースをね、ここからね、こうかけて、で、これをね、ヘラでこう伸ばして、よし、マヨだよね。マヨをこうやってね、ここにネギ、うわーっとね。で、これをこれで、これ鉄板があるとさ、こういうお好み焼きとかね、焼きそばとかできるんで。入れます。あっついけど、うまい。あ、これうまいわ。取ったら救出しますね、一回ね。あれになっちゃう、焦げちゃうとね、もったいないんでね。この鉄板もね、もうね、この前あのシーズニングしてあるんで、完璧に調子いいっすね、これ。見えるかな、とんぺい焼き。とんぺい焼きだよね、これ。あー、うまっ。もうこれでね、腹いっぱいになっちゃうな。今日うなぎ食って、イカの綿焼き食って、とんぺいだからね。こういうセットがね、売ってるんでね、簡単に作れるよ。あ、もらった。ごちそうさまでした。あとね、奥さんの分1枚焼いて回ろうかな。ということで、皆さんもね、鉄板でね、こうやってみるのもいいと思いますよ。ということで、バイバイ。